巾着袋の紐の通し方を分かりやすいように透明な袋を使って説明します。まず紐通しの穴の部分に紐を通します。10センチから20センチぐらい紐を出したら、紐通し口から差し込みます。そしてこの後ろの部分と布を持って、布をどんどんとこう寄せていきます。布を寄せたら前の部分をしっかりと持って、この寄せた布を後ろに引っ張ります。そうすると紐が通っていきます。後ろの部分を持つ、布を寄せる、前の部分を持つ、寄せた布を引っ張る。端まで行ったら紐通しを引き抜きます。袋を裏返して反対側の紐通し口に入れたら同じことを繰り返します。後ろの部分を持って布を寄せる、引っ張る、そして紐の端を2本まとめて結びます。2本目の紐は1本目の反対側から入れます。分かりやすいように色を変えています。1本目と同じように後ろを持って寄せて、前を持って引っ張る、後ろを持って寄せて、前を持って引っ張る、これを繰り返していきます。あとは全く同じです。反対側まで行ったら引き抜いて布を裏返し、また紐通し口から紐を通していきます。そして1本目とは反対側で結びます。これで紐を引っ張ると口が閉まります。布を引っ張ると口が開きます。